オシロスコープ、オシロスコープとは、電気的な振動、イコールオシレーションをスクリーンに表示する装置である。オシロスコープは、オシログラフの一種であり、電位、電位差の周期的変化を、波形、二次元のグラフとして、画面上に表示するものである。通常、画面表示の水平軸は、時間を表し、垂直軸は電圧を表し、周期的な信号の表示に適している。 元々は陰極線管を用いて表示するタイプが極めて一般的であったが、近年は様々な表示方式がある。高周波信号まで観測できるものが一般的であり、波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の様々な分野で用いられている。ブラウン管をシロスコープは最も古くから、 あるタイプのオシロスコープであり、ブラウン管オシログラフ、陰極線管オシログラフなどとも呼ばれ、稀に略して、ブラウン管とも、また近年では、デジタル式のオシロスコープと区別する意味で、アナログオシロスコープとも呼ばれる。ブラウン管オシロスコープは、ブラウン管、垂直増幅器、時間軸発生器、水平増幅器、電源から構成される。 ブラウン管オシロスコープが現在の形となる前、ブラウン管はすでに測定器として使われていた。オシロスコープのブラウン管も白黒テレビ受像器のものと同じように真空のガラス容器で作られ、平らな面には蛍光物質が塗られている。画面表示はスクリーンを左から右に周期的に送印される起点によってなされる。 ブラウン管の首の部分は電子銃になっていて、加熱した金属板の前に網、格子がある構造になっている。加熱した板、陰極にマイナス、格子、または陽極にプラスの電荷がかかる、よう、数百ボルトの電圧がかけられる。電解が陰極から電子を流れ出させ、弾丸のように加速して陽極を通過し、スクリーンに向かう。スクリーンに焼き付けてある。 蛍光体に電子ビームが当たると発光し、スクリーン上に起点を生成する。電源投入直後のブラウン管は、スクリーン中央に一つ起点があるのみだが、この起点は静電的に、または時期的に動かすことができる。オシロスコープのブラウン管では、静電変更を使っている。電子銃とスクリーンの間には、変更板と呼ばれる相対する二組の金属板がある。 垂直増幅器は電極の一組に電位差を発生させ電子ビームが通過する位置に垂直の電解を与える。電解が0であればビームは影響を受けない。電解が正であればビームは上向きに変更され、負であれば下向きに変更される。水平増幅器はもう一方の組の変更板に同様の働きをし、ビームを左や右に動かす。 この変更方式は静電変更と呼ばれ、テレビのブラウン管に使われる電磁変更とは異なっている。静電変更は安価で軽いが小さな管にしか向いていない。時間軸発生器は挙子乗波を生成する電子回路である。これは一つからもう一つの値に繰り返し変化する電圧で時間に対してリニアである。二つ目の値になったら素早く最初の値に戻り、 再び二つ目の値に近づいていく。時間軸の電圧は水平増幅器を駆動する。この働きで電子ビームを一定の速度で左から右にスクリーン上を送印し、それから次の送印の始まりに間に合うようにビームを左に素早く戻す。時間軸発生器は信号の期間に合わせて送印時間を調節できるようになっている。一方、垂直増幅器は 測定対象から取られた外部電圧、垂直入力によって駆動される。この増幅器は Mω または Gω 台のとても高い入力インピーダンスで信号源からはごくわずかな電流しか取り出さない。この増幅器は垂直入力に比例する電圧で垂直変更板を駆動する。垂直増幅器の利得は入力電圧の振幅に合わせて調整できる。 正の入力電圧は電子ビームを上向きに曲げ、負の電圧は下向きに曲げ、その結果起点の垂直変更は入力値を表すようになる。このシステムの応答は、イナー社によって指針の反応を悪くしている、マルチメートのような機械的な測定器よりずっと早い。これらのすべての構成要素が働くことによって、電圧対時間のグラフを表すような光の軌跡を スクリーンに描くのである。電圧は垂直軸で、時間は水平軸である。なおマルチチャネルのオシロスコープは、複数の電子銃を備えているわけではない。一時にただ一つの起点しか表示できないので、総印ごとに一つのチャネルからもう一つのチャネルに切り替えたり、LT モード、一回の総印の間に何度も繰り返し、切り替えたり、CHOP モードしている。 垂直増幅器と時間軸制御は、与えられた電位差がスクリーン上の垂直距離に相当するように、また与えられた時間間隔が水平距離に相当するように構成される。オシロスコープの電源は重要な構成要素である。ブラウン管の陰極ヒーターの電源として、また垂直及び水平増幅器の電源として、低い電圧出力を備える。 静電変更板を駆動するのに高い電圧が必要とされる。これらの電圧は非常に安定していることが求められる。変動があると奇跡の位置や明るさに誤差を生じる原因になる。新しいアナログオシロスコープは標準設計にデジタル処理が加わってきている。ブラウン管や垂直、水平増幅器の基本的な構成に変化はないが電子ビームは デジタル回路で制御され、アナログ波形に画像や文字を加えることができるようになった。このシステムは次のような拡張機能を含んでいる。アナログオシロスコープには、ストレージ、蓄積と呼ばれる拡張機能を備えているものがあった。蓄積管と呼ばれる CRT を用いて、通常のオシロスコープでは1秒以内に減衰するトレースパーンを数分以上スクリーンに残すことができる。 一般的なオシロスコープの動作と蓄積動作を切り替えることができる。蓄積されたトレースの消去も当然可能。アナログストレージオシロスコープとは異なるが、画面にフードを取り付け、シャッターを開放したカメラを使うことで波形を写真に撮ることができる。一回だけの波形であってもフィルムに焼き付けて記録することができる。このためにオシロスコープには暗闇でも 画面のメモリが見えるよう、照明機能が用意されている。また、ソニーのデジタルマビカにはオシロスコープを撮影するためのオプションパーツが存在した。アナログオシロスコープに代わって、デジタルオシロスコープが現在ではオシロスコープの主流になっている。古くはアナログオシロスコープにアナログデジタル変換回路 ADC でデジタル化したデータをメモリに蓄積し、 それを表示する機能を装備したものをこう呼んだが、現在では入力信号をデジタル変換して処理し、表示するものがほとんどである。表示部に関しても LCD が主流になっている。この種のデジタルオシロスコープは蓄積機能を持つことが標準化しているので、一般的にはデジタルストレージオシロスコープ、DSO とも呼ばれる。波形を拡大するだけでなく、 周波数の分布を表示する FFT モード等を備えるものが多い。アナログストレージオシロスコープで使われていた信頼性の低いストレージ手段をデジタルメモリで置き換え、データをメモリの許す限り好きなだけ保持できるようになった。高速な ADC や DSP の登場によってアナログオシロスコープよりも低価格で遥かに高帯域な信号測定や複雑な信号処理も 行えるようになったアナログ方式では不可能であった単発現象にトリガーをかけ波形を止めたりトリガー条件の前に起こった現象を確認するといったこともできる初期の DSO にはブラウン管が用いられたが現在では LCD のフラットパネルが好まれカラー LCD 表示のものも普通になっているデータ列は処理や保管のために ランやワンで転送することもできる製品がある。DSO に内蔵された信号解析ソフトは、たくさんの有用な時間軸関係の機能、例えば立ち上がり時間、パルス幅、振幅や周波数、スペクトル、ヒストグラムや統計、残像図などを持ち、多くのパラメータを、電気通信やディスクドライブ解析、パワーエレクトロニクスといった、 特定分野の技術者に対しわかりやすく表示する。ブラウン管は外部の磁気の影響を受けるため、高圧電線の近くなどでは画面に誤差が出てしまうが、LCD 表示のものではこの問題は発生しない。バッテリー駆動が可能なものは LCD タイプが多い。デジタル方式のオシロスコープにも弱点はあり、エイリアシングやデッドタイムはアナログ方式には存在しない。 デジタル方式特有の問題である。エイリアシングはサンプリング周波数の低下に伴う、ご表示で、測定対象信号に対し、データポイントが荒すぎる場合に起きる。デッドタイムは、波形をデータ化し、取り込んだ後、次の波形を取り込むことができるようになるまでの時間の、ことで、この間、デジタルオシロスコープはたとえトリガ条件に合う信号が入力されても見逃してしまう。 また同様の理由によって、ビデオ信号の表示などに代表される美しい、濃淡表現は、アナログ方式には遠く及ばない。デジタル方式では搭載する高速メモリの容量に、限界があるために、時間軸設定を変えると、多くの場合、サンプルレートも変更されてしまう。上記デジタルオシロスコープから、データ取り込み、サンプリングアナログデジタル変換。 蓄積を行う部分のみを残した構成となっており、表示部を持たない。USB などで PC に接続し、表示、波形解析などは PC 上で動作するソフトウェアに任せる。画面を持たないコンパクトな形状なので、ノートパソコンと共に使うことで携帯性に優れた計測システムとなる。測定データはパソコン内に保存されるので、 データ解析などの作業にそのまま使える利点があるが、電源を入れてすぐ使えるような直感的操作性は劣る。最も古典的な用途は、電気機器の故障解析である。ラジオを例にとると、回路図を見ながら、混合器、発信器、増幅器といった回路間の接続を見ていく。続いて、オシロスコープのグラウンド、設置端子を回路のグラウンドにつなぎ、プローブを 構成回路の列の中の二つの回路間につなぐ。もし容器された信号が現れなければ、前段に故障があるとわかる。ほとんどの故障は一つの部分によって起こるので、それぞれの測定で機器を構成する複数の部分の片側は動作していて、おそらく故障の原因でないことが確認できる。不良箇所が見つかったら、欠陥箇所をさらに探ることで、 熟練した技術者は大抵どの部品が壊れているかがわかる。技術者が部品を交換すれば修理は完了するか少なくともその次の不具合と分することができる。別の使用法は新しい回路のチェックである。新しく設計された回路は不適切な電圧レベルやノイズ、設計ミスなどによってしばしば誤動作する。デジタル回路は通常クロックによって動作するので デジタル回路のチェックには2現象をおスコープが必要である。ストレージスコープは血管のある操作によって起こる稀な電気的現象を捉えるのに有効である。もう一つの使用法は電子機器をプログラムするソフトウェア技術者のためのものである。電子機器に関して言えばオシロスコープもそのソフトウェアがきちんと動作しているかを確認する必の手段となりうる。 これ以外にも、自生媒体を使用する装置の実機ヘッドの位置決め、信号レベルの均一化調整、ノイズの検出、校内ネットワークにおける外部ノイズの検出など、波形を観測することにより多くの事象をリアルタイムで観察できるため、様々に用いられる。一般的なオシロスコープは小さな画面を持つ四角い箱型で、フロントパネルには多くの入力端子やつまみ、 ボタンがある。画面の格子目盛りのそれぞれの正方形は区分と呼ばれる。測定する信号は BNC や N 型コネクタのような同軸コネクタにより入力端子の一つに供給される。もし信号源が同軸コネクタを持っていれば単純に同軸ケーブルで接続できる。そうでなければオシロスコープに付け属するプローブと呼ばれる専用のケーブルを使用する。 最も単純なモードでは、オシロスコープは、トレース、奇跡と呼ばれる、水平線を画面の左から右に繰り返し引く。設定項目時間軸調整は、線を引く時間を設定する。この設定では、ディビジョンあたりの秒数が構成されている。もし、入力電圧が0から離れていたら、トレースはそれによって上側、または下側に外れる。 別の設定項目垂直軸調整が垂直方向の変異量を設定する。この設定では、ディビジョンあたりの電圧が構成されている。この結果、時間軸に対する電圧のグラフが得られる。もし信号が周期的であれば、時間軸を入力信号の周波数に合わせて設定すれば、ほぼ固定したトレースが得られる。例えば、入力が 50Hz の制限波の場合、 周期は20ミズであり、水平スイープ間の時間が20ミズになるように、時間軸が調整されていなければならない。このモードは連続スイープと呼ばれる。不幸にもオシロスコープの時間軸が完全に正確ではなく、入力信号の周波数が完全に固定でなければ、トレースは浮動し、測定することが困難になる。より固定したトレースが得られるように、オシロスコープには、 トリガと呼ばれる機能がある。この機能では、画面の右端に行った後、左端に戻って、特定のイベントが発生するまで待機し、次のトレースを描画する。この効果で、入力信号に合わせて、時間軸の動機を取り直し、トレースの水平位置変動を防止する。トリガ回路は、正弦波や、区形波のような周期波形だけでなく、単発パルスのような非周期信号にも対応する。 この機能を有しているものはシンクロスコープとも呼ばれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。